ね、自慢話でも何でもないんですけどね、そういうことがあるんです。これね、こういうことがたびたびあるんです。それよりもね、あの八百半の社長の偉いのはね、毎朝ね3時か4時に起きて新総監してるんですよ。もうね、会社の社長っていう社長ほどね、孤独寂しい人はないんです。従業員が4000人もおりましたね、その全部責任は自分でしょ。それで自分が一つ間違ったら4000人の従業員の家族全体で5倍にしたら大変でしょ、これ。まあ、少なくとも1万人以上の人がこの困るんですからね。それをね、指導していって会社全体を潰さないようにしようとしたら、自分が正しい判断を物事で下さなきゃならないね。その時にこれは自分の考えで間違ったら困るので、毎朝神に祈って、神の声を聞くっていうことをね、彼はもうずっと続けてるわけ。で、そしてね、必ず毎朝生命の一層30分読むことをしてるんですね。30分から1時間で必ずね、読んで、そだからこれを始終読んでるうちにね、これを読んでいくとね、1日読んで、それから出発していくとね、もうその1日がね、神に導かれてね、判断していくから、最も良い判断をするっていうんです。自分の利益でなくてね、多くの人のお役に立つようにっていう判断ができるっていうんですね。自分が儲かるってことを中心に考えたら、ほとんどの場合間違うって言ってますね。だからそういうことをね、皆さんに知っていただいて、ここにね、悔い改めとかね、自己否定っていうのはね、こういう迷いを出ないようにする一つの方法なんです。さて、それから、ブラジルからの報告によりますと、ブラジルの成長の家総支部には毎日ブラジル人が個人指導をに押しかけてきて、100名150名と来ますので、成長の家総支部にはブラジル人の方が多くて、日本人が、まあ、影が薄いとのことで、この頃は100人50人1000人来るのね。多い時は2000人来るんです。そしてブラジル人が成長の家の見教えで救われて、どんどん奇跡を起こすもんですから、別に宣伝しなくても増える一方だとのことです。成長の絵の教えがブラジル人の間に定着してきつつあるようです。成長の絵は人類巧妙化運動ですから、世界の人類を救う使命を持っていますので、ブラジルでこのようにブラジル人の 間へ成長の絵が浸透していきつつあることは誠に喜ばしいことです。そのうちアメリカもこうなりますよ。どん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 ね、増えていきます。その次、成長の家では物質はないと言いますが、それでは物を大切にする必要はないのですかって。これがね、皆さんどうですか。物質はないんだから物なんかどうでもいいじゃないかっていうね。物は大切にしなければならぬ。物質はないということは何にもないのだから存在にしても良いということではない。それは物質と見えているものも実は物質ではない。神の命、仏の慈悲が現れているのであるから、大切にそれを拝んで使わなければならぬという意味である。これ筋引いておいてください。これは素晴らしいね。物質と見えているものは実は物質ではない。神の命、仏の慈悲が現れているのであるから、大切にそれを拝んで使わねばならぬという意味なのである。これを覚えておいていいね。いかなるものも神仏、神のものであり、仏仏であるから、捨ててはならないのである。それは名画に余ることであり、神仏の籠の波長に合わぬ、合いかねるのである。糞尿、まあ、クソでもね、クソや小便でもと見えるものも、落ち葉と見えるものも、一旦用立ち終わったと見えるものも、それは保存し利用構成に役立たしめねばならぬ。うんこだってね、これ肥やしになるでしょ。だからうんこをね、直接食おうとするといかんのですよ。汚いってことだね。これ私よく言うんだけどね。これね、面白いのね。トマトがこうあるね。トマト、これちょっとおかしなトマトだけど、あるね。まあ、人間がこうおるでしょ。ここがおそまとの人間で、ここに口があるわね、大きな口が。化け物みたいになったけどね。ここからうんこが出るでしょ。これを直接食うといかんの、そりゃ。もういっぺん出したもんだからね。あれは豚なら食うけど。
それをね、この見えないところに埋めるんですよ。埋めるんですね。そうするとちゃんとトマトの根がね、これをこう肥やしに食うわけですね、これ。それでこの見えるところにトマトを鳴らしてくれるから、これを食えばいいんですよね、こっち行こう。これは一つね、いらないように見えるものでもね、いっぺん回したらね、役に立つっていうことですね。循環したらっていうことなんです。だから人生ってそんなもんなんです。何でも役に立たんようなもんでもね、その人にいらないだけであって、他の人にいるんですね、これが。そしたらこのね、これを考えてね、だから今までいらないと思ったものをね、いるようにして大金も儲けた人もいますよ。たくさんいますね、そういう人が。一時おがくずが、からいろんなことしたり、いろんなその捨ててるものをね、こう廃物利用したようなものがたくさんあるわけですね。だから今まで捨てたものだから、どんなにたくさんのいろんなものが出てるかもしれない。石油を製造するときにね、いろんないらないものが出たのが、今プラスチックとかね、ああいうものになってどんどん使われてるでしょ。あれだってそうですね。ああいらないように見えたものをね、神様の知恵によって新しいものを作り上げていくということになるわけですね。だから人間はですね、何にも捨てるものないんです。だからこれはね、人間でもそうです。谷口先生がいつも言われることはね、どんなにつまらん人間のように見えても、その人いなければできない使命があるってことを言われるのね。これを認めてあげるとね、本当に認めたらね、どんなに悪い人間のようでもね、その中に素晴らしいね、役に立つものがあるんです。これを出さないからいけないんですね。悪いところだけ出してるからいけない。で、ここはね、私はこの本当にね、物質はないというのはね、物質と見えているものも実は物質ではない、神の命、仏の慈悲が現れているのであるから、大切にそれを拝んで使わねばならんと書いてあるでしょ。コップなんかでもね、このコップは物で、俺が金かけて買ってきたものだと思うかもしれないけどね、金かけて、自分の金をかけたっていうけども、その金を、このコップを作る人の愛念とガラスといろんなものがあって、こう集まってきてるんですからね。そうすると、これは単なる俺が金を買ったもんじゃない、神様の愛がここに現れて、こういうコップとして現れてるんだ、ありがとうございますという気持ちになったらいいんですよ。それは昔の人はね、日本では昔の人はもったいないっていうことをよく使ったもんですね。ところが今、日本でもったいないっていう言葉がなくなってしまったって言ってね、谷口先生の奥様が嘆いてらっしゃったね。もったいないっていうことはね、本当にこう感謝、ありがたいっていうことより、まだその上にね、こうもったいないっていう言葉があるわけですね。だから私たちはやっぱりね、この神様からいただいてんだ、仏さんからいただいてんだ、この命でもそうですよ。一番大切なのは、神様からいただいてる命だから大切にしなきゃいけない。自分だけの役立つもんだったらもんだろうね、どうしようと勝手だ。しかし神様の命をいただいてるんだからね、自分の命も大切にしてですね、自分の体も大切にしていかなきゃいけない。これは私の体は人の役に立つ体なんだからね、そして自分を大切にしなきゃいけないということになるわけですから、そうすると非常に楽しくなってくるわけですよ。何でもそういう考え方をすればね、お金でもね、儲けてね、酒飲もう、遊ぼう、寝かけを置こうとかね、そんなことばっか考えてたんでは、その儲けることにもう罪の意識が出てくる。汚いっていうものを儲けてろくなことにしないっていう潜在意識があったらダメなんですよ。私なんかそうだったからね、まああんまり言うのは恥ずかしいけども、言わねえわからんから言いますけどね、これはまあ私がやっぱり医者になる前には、もう医者になって金を儲けたら何しようかってちゃんと決めとったもんね。これは金を儲けるの決まっとるし、男っぷりも悪くないしと思ってね、自分で自分で決めとったね。ろくなこと考え、寝かけの3人も置いてとちゃんと決めとったよ。私はそうだから、実行力のある方ですからね。ほら、から成長に入らんと医者やっとったら、寝かけ3人ぐらい置いてますよ。3人ぐらいちゃんとやってますね。間違いなくやってますよ。いや、本当そういうね、私たちだから医者の仲間で、大学時代でも医科大学におって研究なんかしとる時なんか、もう話となったら儲けたら目かけ起こるとかね、どうやって看護部長を任そうかとかね、こんなことばっかりですよ。話は魚についた犬みたいなもんですよ。それが人生の楽しみみたいなもんだもんね。そんなところにみんな力が注がれてるわけですよ。自分の命を人の役に立てようっていうのはね、ところに注がれないで、そういうところに注がれてるとね、自分自身が汚らしいものになってしまうわけですね。罪の意識が出てくるわけ。そうすると、もう金の儲けが本当にね、儲けても悪いことに使うという気持ちを持ってると儲けが少ないんですね。自分が金儲けしたら、それをね、どうしてね、人の役に立てようかと、多くの人がね、これによって喜ばすかっていうことを考えた場合ね、
そこから非常にね力が出るんです、儲けっていうのはね。これは非常にその人考えてなきゃいけませんね。皆さんでもそうですよ。もらったお金をねどう使うか、金そのものは汚くも綺麗もありません。使い方によって綺麗にも汚くなるんですからね。パンパンが稼いだ金でもね、金は金ですよ、まあ、汚いことありません。それをパンパンがどう使うかによってね、美しくなり綺麗にもなるわけですからね、汚くもなるわけですね。だからそういうもののね、ものそのものを汚いっていうんじゃなくて、使い方によってね、美しくも美しくなくなるもなるっていうことを皆さん知ってらっしゃらないとね。はい、それでその次ね、物質はないということは、物質と見えているものも実は物質ではない、神の命、仏の慈悲の現れているのであるから、大切にそれを拝んで使わねばならないということがであったのです。成長内の信徒としてもとても大切なところ、これはもう非常に大切ですから、皆さんね、一つこのところをよく覚えとってください。繁栄または成功を求めながらそれが成就できないのはなぜでしょうかと書いてある。二つあるんですね、これは。繁栄または成功を求めながらそれを成就しえない人々を二種に区分することができるのである。第一種はね、働けど働けどなお我が暮らし楽にならざりき、じっと手を見るという石川啄木氏の人生観を持っていて、一生懸命に働きはするけれども自分の運命は不幸に置き捨てられていると信じており、信じたり、心が暗くて明るさがないために運命が好転しない人たちである。もうね、自分の運命はね、生まれつきね、不幸せにできてるんだというのは、そういう気持ちを持ってる人、それで心の暗い人、そういう人は暗いです、心がね。そういう人はね、働いても働いても楽にならない。石川啄木のこの歌は素晴らしい歌なんだけれどもね、こういう歌を歌った石川啄木は、働けど働けどなお我が暮らし楽にならざりきと、ならざりじっと手を見ると、そんなね悲しい歌を歌ってるから、彼の一生は非常に不幸だったわけですよ。まあ詩人っていうのはね、あんまり楽しいことを歌ったら変になっちゃってね、まあ悲しみがないとね詩にならんって言うけどね、私はねもう人生をね、万葉集なんかにはね、もっともっとね人生をね、もう本当に喜んだね、おおらかな歌があるんですからね。悲しいとこだけをねちょこちょこと詩にするような人はね、もう本当にね情けないと僕は思うんですね。僕は阿蘇間さんなんかにも言うんですよ、絵を描くんだったらね、見て人がね楽しくなるの、絵を描けと、見てねこっちがなんとなくしょーっとする絵を描きなさんだと、そうでなくてね、詩でもね読んだらねなんか心が湧き立つような詩を描いてくれということをね言うんです。僕は一遍肺病の人でね、詩人だって言われてる人が来てね、成長の練習を受けに来たからね、あんたの詩はどんなんですかって言ったら、私は肺病してましてね、悲しい歌ばっか書いてね、病気で寝ながらその悲しみを書いた歌がいつも入選してね、素晴らしかったっていうか、それやめなさいって言ってね、また肺病になるよって言ったら、もうほがらかな歌を作りなさいって言ったら、ほがらかな詩を書いたら入選しませんって言うね。そんなね、もう入選するために廃業になったとは何もないんじゃないかと。ね、詩の本に入選したって廃業になって夫婦にとったらどっちが楽しいかって言ってね、もう詩人なんかやめてもいいからね、ほがらかになんなさいって言ってね、言ったことあるんですよ。だからこういうね、働けどっていうのはね、こういう考え持ったらダメですよ。なんぼ働いたってわしには金はつい取らんなんていう人はね、やめたらいいね、そういうことは。そういう人と暗い人ね、第二種はですね、明るい朗らかな精神を持っているけれども万事投げやりな性格を持っていて、物事を緻密に計画せず建設的に実行を運んでいかない人たちである。これはね大切なことですね。やっぱりね、こう緻密なね計画がないとね、やっぱり事業は繁栄しませんね。だからね、その時明るい精神と緻密な計画と建設的に実行を運んでいくことが成功と繁栄とにぜひなくてはならぬ要素である。この3つ覚えておいてください。これ今日は皆さんこれを覚えて帰ってください。明るい心ね、明るい精神、心でもいいですよ。それからね、緻密なね、やっぱりねどうしても緻密でなきゃいけない、投げやりじゃいけないね、緻密なね計画がなきゃいけない、
どんな大きなことを言っててもね、細かいね。それとね、その次が建設的な実行。これが素晴らしいんですね。実行力があってもね、破壊的な実行力ダメですよ。物を壊すような実行力は。何でもやたら壊しちゃいいと思ってね、いかにも勇ましいけどそれはダメね。建設的なね、実行。この三つを持ってたらね、必ず成功します。何事でも。これは何も授業だけじゃありません。物を作るんでもね、こういう、この、まず明るい精神ですね。明るい精神。それから緻密な計画。それから建設的な実行ですね。この三つを皆さんが常に持ってらっしゃってね。そして、この、これを、子供なんかにこれをもう常に教えておくといい。まあ、自分のことよりもね、子供にね、こういうことをね、なんかしたときに、子供をね、そういうときはこうしたらいいんだと、こうしたらいいんだっていうことをね、どんな嫌なことがあってもね、必ず明るい心を失わないように教えておくと。で、これはね、何億ね、何億万ドルのね、財産を残すよりもこういうことを教えて子供に残しておいた方がどんなにね、素晴らしい財産であるかわからない。子供がこういう精神持っとったらね、そこからいくらでも物を作っていくんですからね。和田社長さんなんかでもやっぱりこういう心ありますね。和田さんはちょっと見るとポーっとボケたように見えるでしょ。僕はあれがいいって言って褒めるんで、いつもね。あんたはね、こう目の前置いといてね、この和田社長のね、ちょっとボケたようなところがいいんだって言うとね、余計ボケたような顔してパーッとしたらいいんだ。なんとなく霞んだような顔がいいんですよ。まあ、霞んだって言ったら悪いけどね、あんまり利口そうに見える人でね、大実業家いないですね。市村清さんなんかでもね、学者、大学の教授みたいな顔しちゃったね、僕が会ってみてもね。堤さんの次郎っていうあの人なんかでも本当にね、こう偉い人なんだけど、ひょこひょこっとね、ひょこひょこってこともないけども、もう本当にね、ちょっと見たら平凡なんです。それで非常に明るいですね。ああいう大実業家になってくるとね、明るいです。だからどんなことが起こってもね、必ず良くなるって信念持ってますね。強いですね。非常に強さがあります。それでやっぱりね、もう話を聞いてるとね、こういうことをするんだ、こういうことをするんだっていうのがね、実にね、和田さんなんかもね、もう何年計画、何年計画と全部立ってね、それは何年度にこうしていく、こうしていく、きちっとしたものを持ってるんですね。それから、常にね、こう、建設的なね、ものを作ろうっていう意欲ですね。それがもう湧き出してる。そういう人間はね、こう、はたから見とっても気持ちがいいですね、作っていく。僕もやっぱり大体この建設的なことは好きね。僕は大体開拓的なところが好きでね、新しいことが好きなんですよ。もう誰がやってもできるんだったらもうとっととやめるのね、私は。錬成道場なんかも、初めはもう勢い込めて作ったけどね、ああいうの、錬成を始めたのは僕が始めたんですからね、あの時はもう皆さん今でも思い出すともうあれだけども、昭和23年に錬成始めたんですからね、今から比べたらね、まるでもう夢みたいなもんですよ。30年前でしょ。布団はないしね。だから布団持ってこなすんですよ、みんな。寝る布団がないから言ったら。だから電車の駅へこう待ってると布団担いできたら、おら来たってそれがもう、それが目標でね。もう布団担いできたのはね、昭和23年のあの混沌とした家で戦争済んでから3年目でしょ。あんな時代にね、錬成なんか受けに来るものがおるかって言われたんですよ。こんなね、宗教的なもの。ところが来るんだからね、布団担いで。ほいでもう、部屋なんかでも、金網なんか張る金がないのね、みんな。蚊が食っちゃね、こう夜寝とると蚊がボンボン来るでしょ。先生、蚊取り線香ぐらい炊いてくれませんかっていうのは、それ買う金がないの、こっちはね。人を刺す心持っとるから刺されるんじゃって言って。いや、今、ようあんなこと言うたもんね。お前ら蚊に刺されんようにするには真相感をして、みんなと調整ってなこと言ってね。いやー、僕あれでやっとったからね。で、米がないでしょ。みんな米担いできたんですよ。あれはね、あの頃のこと考えたらね、本当によくやったと思いますよ。でも変なのは来るしね。第一回に来たのは仙道先生ね、奥田先生。あれ第一回ですよ、あれは。
あの人たちはね、しかしまあ勇ましいは来たからね、あれ大したもんですよ。布団担いできた口ですよ、あの二人とも九州から布団担いできたんだからね、あの先祖さんなんてのは大したもんですよ。そのぐらいの勢いがあるからね、今あんなになってなってるんですね。とにかくね、本当にね、もうよくやったと思うんですがね、あらもうそれが終わって、僕が練成道場を作ってすぐ宇治へ作ってね、次にまた僕が宇治へ作って、川口湖を作ったら全国今30カ所ぐらいできたんですね、全国に。そうしたら誰がやってもみんなができるようになったからね、練成の型っていうのをこう初めて作った。そしたらもう誰がやってもできるから、もうどうぞ皆さんやってくれって言ってね、僕はもうちょっともいかなくて やってもらってるんですけどね。もうそうなったらなんか他に新しいことやろうと思って考えとったら、ちゃんとアメリカへこう来たりねブラジル行ったりね、もういろんな新しい仕事が与えられるわけですよ。だからね、皆さんでもね、こう常にね、建設的なね、実行っていうものをなさるとね、常に自分がね、新芽が出るようなもんです。新しい仕事に取り組むとね、非常に意欲が湧きますね。同じことばかずっと繰り返してるよっていうような気持ちになると、なんか飽きが来るんだけどね、しかになんか新しいことをね、だから昔から言われてるように60の手習いっていうでしょ。60歳になっても何歳になってもね、新しいことを始めるっていうこと、これが60の手習いっていうことなんですよ。60になってね、この習字の練習するなんてことはね、バカバカしいようだけどね、何も上手になって人に見せびらかそうじゃなくて、新しいことを習うことによってね、その人の命がね、新芽が出るようなもんで、新しい自分の能力が出てくるんですね。そこにまたね、一つの新芽が出ると全体が若々しくなってくるんです。皆さんもどうぞね、そういう気持ちで、いくつになっても新しいこと、アメリカでは非常にそういうところが素晴らしいですね。年を取っても技術学校行っていろんなことを勉強されることができる。カラス先生なんかもどっか行ってなんか勉強してられて聞いて、僕は非常にね、素晴らしいと思った。どこ行ってらっしゃるのカラスさんなんかね、こう年を取ってからね、なんか習われるっていうことは僕は素晴らしいことだと思うんですよ。皆さんもね、そういう気持ちになられたらいいと思いますよ。はい、それではその次行きましょう。ここに3つ書いてありますね。次に、明るい精神と緻密な計画と建設的に実行を運ぶ、この3つの要素が繁栄と成功の3条件。お金だけじゃないんですよ、成功ですよ、成功。皆さん子供にこのことをよく教えてくださいね。これがもう一番子供にとって大切なことです。繁栄と成功の3条件です。私たちの人類光明化運動にもぜひなくてはならぬ3つの要素です。私たちもこの3要素を身につけて、人類光明化運動の霊の戦士として前進していきましょう。はい、その次、祈りが正しいかどうかどのようにして決めますか。4つあるんです、これは条件が。自分の祈りが本当に正しいかどうかっていうことを決めていくために4つの条件があります。これを覚えてらっしゃるといいですね。祈りっていうのは何回も繰り返しますけれども、命の祈りと書くんですね。命祈り、これが縮まって祈りになってるんです、日本の言葉でね。だ、命の底深く願うことが祈りですよ。お祈りってこうやってやる時だけじゃないんですよ。心の底深くじーっと思うことが祈りですからね。思うことがね、自分が本当に願っていることが正しいか正しくないかっていうことを3つね、これ正しくない祈りはね、どんなに願っても聞かれないからね。私が一生懸命神様に祈ってるのに聞かれないなんていうのは、この4つのうちどれかね、当てはまらないものがあるんですよ。祈る場合に、まずその祈り求めるものが正しいかどうかを顧みよう。正しいということを窮屈な意味にとってはならない。その求めるものは建設的なことであるか、破壊的なことは正しい願いではないと。建設的であるかどうか、まず第一考えてください。これが第一です。物を作り上げるものであるか、物を壊すものであるか。このね、物を壊すものはね、ダメなんです。第二、誰かを豊かにすることであるか、
誰かを乏しくならせることは正しい願いではない。これをすることによってね、多くの人がね、豊かになることであるかとね、いうことと、相手を犠牲にするようなね、ことは考えないことですね。誰かを不幸に陥れたり、消失を、与えたりするのではないか。不幸にね、自分が幸せになるけど、相手が不幸になるっていうのはね、ことは考えない方がいいんです。この世に混乱を起こしたり、誰かの感情をかき乱したりするものではないか。非常に相手にね、精神的ショックを与えるようなことはやらない方がいいんですね。例えばね、ちょっと前に例で申し上げましたけど、これは覚えてらっしゃるというね、僕はこの例で谷口先生がこのことを一言おっしゃったので、私非常に覚えてるんですね。まあ、例えばこれはまあ日本式の家ですけど、この中に人が住んでるとしますね。これは何人でもいいですよ。自分が家を探してるときね、ちょうどこういう家が欲しいなと思ってね、こうじーっとこう探しててね、ちょうどいい家見つけて、この家と思うでしょ。こういう家が欲しいと思ったときに、これ人が住んでたときね、それどういう祈りをするかって、この家を欲しいってときね、この連中が早う死んでしまいますようにとかね、そしたらわしのもんになるとかね、事業に失敗して早う出ますようにとかね、なんとか偉い目に遭って追い出されますようにとかね、こういう祈りはしちゃいけないんです。谷口先生はそういう時上手に教えられますね。なんて教えられたかというとね、ここに住んでる人がもっと豊かになって、もっといい家に入りますようにって祈り。これは素晴らしいでしょ。この人がもっと豊かになって、もっといい家入りますよ、そしたらあとはこっちがいただきますよ、大変。これは素晴らしいですよ。こういうね、例えばこういう祈りなんです。人がね、迷惑にならなくてね、もっと豊かになって、もっといい家入っていただいたらね、その後に私は入れていただくっていう、こういう考えなら知っても悪くないんですよ。私はそれを聞いた時に、なるほどな、こういう祈りがいいのかなと思ってね。それから私は一番先ブラジル行った時、昭和23、8年に行きましてね、もう一遍行きたいなと思ったんでね。しかし本部の理事では僕だけがブラジル行ってますからね、僕がまた二度も行くっていうのはちょっと申し訳ないし、他のものを差し置いてわしだけ行くっていうのはまずいから、なんとかいい祈りはないかなと思ってね、考えた。それでね、私はね、人を幸せにするんでね、谷口清張先生がブラジルおいでになりますようにって祈ったん。その随行にわしが選ばれますようにってね。要領いいでしょ。人を幸せにするんだからね。谷口清張先生がおいでになったら、でそのお月にね、わしを連れて行っていただきますように。そしたらちゃんとそうなったの。で、清張先生がおいでになることになってね、わしが金魚の糞みたいについていったの。金魚の糞っていうのは切れなかったら火ついとるからね、こっち。もう切れたらダメ、切れたら。もう私は金魚の糞みたいにへばれていてね、行った。それで二度行ったでしょ。この次にね、誰か今度は谷口先生がおいでになりますよって。そしたらまた私がね、ブラジル行ったのは徳久君だけだって、またそこで行くでしょ。もう金魚の糞がいいですよ、あれは。それで何回も行くことになったんですね。そういうふうにね、こう、人の幸せを祈るっていうことがね、まず大事な。人をね、相手はね、もう、相手はろくなことな、どうでもいいと。俺だけっていうような祈りは聞かれないね。神は、すべてのものを愛したものから、みんなの人が幸せになるように祈らなきゃいけない。ね。これが大事なことである。まあそういうふうにこう祈ってください。北尾さん今日は来とらんよね。ちょっとなんかいいことあったら言ってちょうだい。急だけど。ちょっとおいで。この人今喜んでるから、喜んでる時に話聞かなきゃダメよ。なんかいいことばっかなんですって。とにかくいいことがありすぎてね、もうどうやって発表しようかってぐらいあるんですって。お父さんが、ご主人が素晴らしい大きな仕事をしていらっしゃいますから。はい。ありがとうございます。はい、ちょっとここが声です、これ。はい、どうぞ。ありがとうございます。ここ先生にご指導いただきまして、いつもお祈りをずっとしてましたんですけれど、主人の仕事に特にそれが現れまして、ずっとお話ししてよろしいですか。アワビを取っておりますんですが、大きな船を出しまして、それが
仕事の中にも実相があるっていうことをずっと念じておりましたらば、いつも4トンか7トンぐらいしか取れないアワビが、船が始まって以来26トンも取れました。冷蔵庫が破裂しそうだっていうようなことから始まりまして、毎日毎日続いてもいいことばかり起きますので、もうなんと神様にお礼を申し上げていいかと思いまして、もう本当に毎日ありがとうございます、ありがとうございますっていうばかりでございます。でも不思議なことがとても起こりまして、例えばその予定以外にアワビが取れてしまいましたので、支払わなければならないお金がありまして、それがちょうどいくらかそのかなりの金額なんですが不足しておりまして、主人が会社に帰ってどうやってそれを銀行にでも行って手当てをしようかなと思いながら会社に行きましたら、一人の男の人がフラッと入ってきまして、昨日酔っ払ってお酒を飲みすぎたので、どうしても朝起きたら北尾さんにお金が払いたくなったっていう、それでなんか1万ドルの小切手を持って会社に入ってきたそうです。でこれは一体どういうことなんですかって主人が聞きましたらば、殻がアワビを取りますと殻があるんですが、その殻が韓国で細工に使うので、ぜひそれを買うようにさせてくださいって、そういうようなことがもうどん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 起きるんです。それでもう本当にもう新装感をするだけでは足りなくなりまして、お料理をするときはもうとうず大根の神様ありがとうございます。でも子供たちはもう明るくなりますし、私はもう本当に人嫌いで、人の顔を見るともうさっと逃げちゃう方だったんですけれども、どこにでも人が親切にしてくださいますので、もう本当にもう嬉しくって、もうなんとお礼を申し上げていいか、もうただただもう本当にありがとうございます。で主人が、私がずっと先生の栄の広場っていうご本を読ませていただいておりましたら、祈ってからどう行動するかが問題だって先生が教えてくださいまして、それを私読みましたときに、一生懸命私お祈りしてたんですけれども、そんなもうそんなことでこんないいことが続いて起きるんじゃなくって、これはもう本当に主人が仕事をしだすともう死に物狂いで、自分が亡くなって仕事をするような人のものですから、ああもうこれはもう本当に主人のいいところを先生に教えていただいて、私が少しでもお役に立てるように教えていただけたんだと思いまして、またもう一生懸命お祈りしましたら、ジャマイカにブルーマウンテンっていうとてもおいしいコーヒーなんですけれど、それがありまして、それのエクスクルーシブのエージェントを取れるようになりましたんです。でそれを契約を済ませましたらば、急にジャマイカのコーヒーの値段がもう新聞に出ましたくらい暴騰いたしました。そういうようなことが次々次々起こるんです。で私は何も金相関をしたのでもありませんしお金が入ってくるようにお祈りしたんでもありませんし、初めその実相っていうことがよく私入ったばかりでつかめなかったものですから、どうぞ主人の中に宿ります神様、どうぞお力を発揮して神の御国を現実に作ってくださいっていうようなお祈りしか初めはできなかったんです。それでももうほとんどもうごく最近までそういうお祈りの仕方しかできなかったんですが、子供でも何も食べなくて痩せてしまったものですから、夜寝てからベッドのそばでもってと、神様お御心を表してくださいってお祈りしたんです。そうしましたらもう明くる日からもりもり食べるようになりましたし、もう本当に私まだその深層感っていうものを本当に深く自分が行じて心の中のものをその光らすっていうところまではとてもまだまだ行きませんのですが、もう相手の神様を毎日毎日拝むだけでももう本当に、ああもう神様また来てくださったと思って、もうありがたいの通り越してこういうとこがゾッとすることが本当にありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。もういくらでもいいことがあるんですって。で不思議なんですね、あれは北尾さんがご主人の仕事を
奥さんの方がね心配してたんですね。愛してるとうまくいくだろうか、あんなことしたらどうだろうかって。そうじゃなくて、もう主人は素晴らしい力があるんだっていうことを信じてね、夫にそういうふうな愛念を送り出したら、ご主人がボン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 こううまくいくようになったんですね。やっぱりね、心配するっていうことはね、愛してるようだけど足引っ張ることなんです。どうしても相手のね、この心配するっていうことはどういうことかっていうと、夫は能力はないんじゃないかということになるでしょ。あんなことしてるけど大丈夫かなっていうことは夫を信じてないことでしょ。で、愛する妻がいつもそういう夫を知り、あ、こう、尻引っ張るじゃないわ。尻引っ張るような気持ち持ってるとですね、奥さん、ご主人がね、十分仕事できないんですよ。それは、もう夫を本当に信頼する頃になったらね、これは違いますよね。安心して仕事ができますからね。で、まだね、いろいろ僕もいろんなこと聞いてるけど、もうあんまり聞きすぎて忘れてるんですけどね。もうとにかく、いつあんた治ったんだった？忘れた。もうまだそんな長くないんですよね。4ヶ月ぐらい前ですか。1月なんか脊髄がね、なんか変になってフラフラになってこられて、で、足が歩けなくなってきて、祈ってね、それでその次の日から歩けるようになったのね。お産の時のあのあれでね。だから本当にあの奇跡的に救われたんだから、奇跡的にいろんないいことが起こってくると思うんですよ。で、皆さんもね、愛するっていうことはね、相手を信じてあげることですよ。相手を信じないで、あんた何するか分からんけど愛してるわなんじゃない、これ本当じゃないね。私あんた愛してるけど何するか分からへんじゃない、気をつけなさいよなんじゃない、これは愛じゃない。私はね、愛とは信ずることであるっていうことをね、いつも言うんです。その人のためにね、本当に夫を信じたらね、愛したらね、夫のすることに、ま、間違いないんだと信じてあげることね。もうこれほど夫にとってね、力強いことありませんよ。妻が絶対信じてくれとったらね、もうたとえあんたと一緒ならこじきしてもいいっていうような気持ち持っとってくれたらね、もう思う存分仕事できますよ。気をつけてよあんた、危ないわよ。今の金失ったら困るよ。くれなかったらどうするなんて、あんな毎日のこと言われてません。もうこっちはくたびれちゃうわね。もうそういう気持ち持って働いたらね、ろくなことはありませんよ、これ。だからね、あんたのすることは間違いないんだっていうね、アンデルセンの童話にありますわね。あの、谷井先生がよくお話になるおばあさんが、おじいさんのすることは間違いないっていうね。あのお話は素晴らしいわね。あの、詳しいこと忘れたけど、おじいさんが、ま、牛を持ってね、売りに行ったらね、馬が持ってる人が、おじいさん、この馬の方がなんとかかんとうまいこと言ってね、馬と変えようって馬と変えちゃったの。で、そのうちに今度はヤギ持ってる人が、この馬よりヤギの方が乳が出るとかなんとか言って変えちゃったのね。で、そのうちに今度はだんだんまた行ったら、今度は鶏の方がいて鶏と変えちゃったの、おじいちゃんが。で、とうとうしまいにはなんとかなって、腐ったリンゴ一つを変えちゃったの、腐ったリンゴ。で、馬を売りに行って、牛かなんか売りに行ってね、馬か牛か売りに行って、腐ったリンゴを一つ持って帰ったわけ。そしたら、旗の者が、いくらこのおばあちゃん、おじいちゃんのすること間違いないって言ってても、牛を売りに行って、腐ったリンゴ一つ持って帰ったら、きっとおばあちゃん不栄誉だろうと思ったら、ああ、おじいちゃんのすること間違いないって言ったっていうんだよ。今、小敷が来てね、腐ったリンゴ一つやるものがないって言って、嘆いとったところで、ちょうどあげるものができたって言って喜んだって言うんですよ。それでおじいちゃんのすること間違いないって一つずつ話しとったら、ああ、あんたのすること間違いない、あんたのすること間違いないって言ってたらね、そこにね、その神様が現れて、その人が大金持ちになったっていう話があるんですね。本当に相手を信じきれる人だから素晴らしい人ですよ。だからね、もう主人がね、能力がありながらうまくいかないっていう場合は、奥さんが必ず心配の不安の念を送ってるのね。恐怖の念波を送ると、不安の念波を送ると、絶対その能力がありながら出てこないね。だから、この、まあ、もちろん奥さんの仕事に対しても夫がそういうものを送ったらいけませんわね。子供の仕事に対してもそうですよ。子供のすることなんかでもね、年を取ってから見ると危なっかしいことがたくさんありますよ。そういう時にね、あの子に限って間違いないんだとこう親が信じてあげることね。それを忘れちゃいけないね。あんた親が、あ、いや、ダメだ、こじゃダメだ、ちょこ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 言うとね、そうすると結局子供のことを信じてないことになるとね。私は子供がうまくいかないって言って、うちの子がこんなんでこんなんでこんなんでって
もう子供の悪口を僕のところ言ってくる親がありますと、私はねよく言うんですよ。赤の他人の私でもね、あんたの子供なんとかしようと思ってね、愛してね、一生懸命やってんのにね、あんたが子供を信じなかったら誰が信じてくれるのって言って、親がね子供を信じなかったらね、誰が子供を信じるのか、赤の他人の私でもあんたの子供を信じて何か良くしようと思って努力してんですよと。まずお父さんお母さんがね、あんたの子供を絶対信じなさいって言ったって信じられませんっていうのね、今まで悪いことしてるから、しかし信じなさいと。でね、親がね信じないものをね、子供がね、他のもんがね、そんなことで子供は良くない、親バカって言われても構わないから信じてあげなさい、親バカでいいんだと。世界中でね、お父さんお母さんだけは私を信じてくれてると思う子供は幸せだって言うんですよ。他のものが全部の裏切られてもね、他の裏切られてもね、お父さんお母さんは私を信じてくれてると思ったらね、その子供はねまだ仕事をしますよ。本当にね、エジソンがね、私の今ここにあるのはね、お母さんの愛のおかげだって言ってるでしょ。フォードも誰かそういう偉い人が、みんなそういうこと言ってるでしょ。本当に親に信じられたらね、子供は信じないの、知らないわけにいけないわけです。会社でもそうですよ。社長が信じてあげたらね、社員は仕事するんですよね。お前ら何しとんじゃこの野郎ってので言ってね、もう子供を社長を信じなかったらね、社長が信じなかったら、そのこっちの信じない影としてろくなことをやらないってことになるわけで、こちらの心が現れるんですからね、信じてあげたら信じた通りの仕事を相手がするようになるってことをね、考えられたらね、素晴らしいと思うんですよ。どうぞ皆さんね、今日のこの繁栄とあれのところで祈りが正しいかどうか、今度もう一度読みましょう。これらを自己反省をしてみて、それのテストに求大するものであれば祈って良いものである。そしてその祈りの言葉は宇宙的な創造力によってバックされ実現の途上にあると信じて良いのである。私たちが祈りにあたりましては、常に以上の4つの自己反省をして自分の祈りが正しいかどうかをよく見極めてから祈ることが大切です。神は愛ですから、神の愛に反する破壊的な他の乏しくなることを願ったり、不幸に陥れたり、損失を与えたり、この世を混乱に陥れたりする祈りは正しくないのですから、その点をよく反省して正しい祈りをすることですと。まあ、こういうふうにしてね、皆さんが祈りをするときに、正しい祈りをしていただくと。だいぶ終わりまして、もうあと2回か3回でこれが終わりますね。今日はどうもありがとうございました。じゃあこれで終わります。どうもありがとうございました。